はいお便り会ですはいお願いしますえーとじゃあこれ着ているんで読みますねはい、えー、怪奇オカルトトークショーの感想を着てます、えー、怪奇オカルトトークショーはいあの石黒さん,んす、ねはい、あはい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 、えー、貴重さんハヤさんハヤスさんの奥様はじめましてハモと申しますおはようございます 石黒綾子さんの展示会で年越いさんの特別イベント参加しましたし初めての年越いさんのイベント林さんの登場オーラがすごくて見ているだけでとても緊張しました<ー>その後岸本さん登場 <laughs> やはりすごいオーラでさらに緊張<は>でも<あ>トーク中は笑いありでとても楽しかったです多分遅れてきたっていうことで価値観がちょっと上がってて <laughs> 今日のレア感みたいな、うん、今日もしかしたら遅れてこないのかなってのあるから乗っかってるから、うん 多分そう言ってるだけで僕のがありますああオーラに関してははいオーラに関してだから正確にその人のこと見られなくなっているからきちんと見た方がいいかもあなるほどね続けてくださいじゃあ続けますええ事故物件はいけませんでしたが夜空は眺めましたいいですねそしてクマントーンの実物が 貴重なものを間近で見せていただきさらには写真もいいよと、うん、えさ、ー、らにお二人のお写真までポーズまで撮ってくださる神対応、うんえー、石黒彩子さんの感想まで聞ける豪華なイベントでした、うん、とても楽しく素敵な時間を過ごすことができましたありがとうございましたいやこちらこそですこれからも応援してますはい、あざますはい、ということでえーね 怪奇オカルトトークショーというタイトルだったというのが今判明しましたはい僕も今知りましたけれども石黒さんのね展示会のイベントを放課させていただきました,たいやりましたけれども 1>,、うん、1時間ですかねはいまあやりましたけれどもあれか福岡から来てるから言うてもその23分しか遅れてないんだよねそうもうちょうどにあの、うん、に館内にちょうどに着いたうんそうそう、うん、だから 実は言うてね、2>, そ<う>その2、3分ぐらいしかなく、僕が自己紹介終わったぐらいで入られましたもん。そうしたらね、ねあのお客さんの中に、えこういう演出なんて思ったっていう人がいたっていうね、そうそう、あ<の>僕がプレゼントしてる <laughs> のみたいなね、あ、うんえー、りましたね、クラシック方式をとってる、うん、と思われていたので、確かに、確かに、ありましたけれども、まあまあ、ちょっとね、いろいろありました、1時間ながら結構、濃い内容でやらせていただいたかなと思います。 はいということで、じゃあ次いきたいと思います。はいえー、これいきますね、えー。吉本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見しております、ますウニ太郎と申します。旅行先から起きた出来事について、他の人たちはどうなのだろうと思ってメールをさせていただきました。先日、栃木県の那須に旅行に自家用車で行ってきました。うん えー、妻と子供二2人で行ったのですが宿泊先から車で数分のところに殺生石がありました殺生、うんえー、石のことは以前岩が割れたことで初めて知りましたあそうですか、えー、泊まった宿からすぐそばのところに殺生石があったので、うん、せっかくなので旅行の帰りに見てみようと思いました、うん、確か林さんも殺生石に行ったとお,おっしゃっていたと思うんですが えー、駐車場からとてつもない異様の匂いがしていました妻は車を降りてすぐに臭すぎるとのことで <laughs> 子供二2人とリタイア<う>私は1人で接触席のところまで行き一応記念にと思いスマホで接触席の写真を撮り、うん、降りてきました、うん、駐車場から接触席のちょうど中間あたりにある休憩所が休憩所のあたりが本当に異様臭かったのを覚えています、うん、駐車場で合流し 帰路についていてる最中でした高速を降りて家まであと1時間ほどのところで車のエアコンから急にあの硫黄の匂いがしてきましたはい旅行の帰路で少しテンションも残っていたので「車に接触石のところの匂いが染みついちゃったよ」なんて言いながらその日は帰宅、うん、その他にも旅行の帰りの車内だったと思うのですが霊感持ちの妻が接触石の断面の写真を見て「キツネ 猫みたいなのがいるというのです、うんえー、妻は接触席がどういったものかを知らないのにキツネの話をしたのであ、また見えてるわと私は感じました、うん、それから本日旅行から2週間ほど経つのですが車のエアコンから異様の匂いがするのです、うん、しかも車から降りても車の周辺を取り囲むように匂いがしますうん 旅行後からも毎日のように車には乗っていますが久しぶりに寄ってきました接種席のエリアの強烈な臭いが車に染みついたのなら毎日におってもいいと思うのですが時間を置いて匂ってきます、うん、接種席に車で行くと皆さんそのような匂いが染みつくということがあるのでしょうかそれとも狐の仕業なのでしょうか悪霊には匂いがあると動画で拝見させていただきましたが、うん、似たような事例なのでしょうか 車の構造にも詳しくないのでただ単に匂いが染みついただけなのかもしれませんが似たような体験されている方がいればと思い DM させていただきました、えーえー、ちなみに妻は霊感あり臨死体験あり私の死別した幼い姉と夢の中で遊んだりといろいろな体験があるのでまたお話しさせていただきたいと思いますうに、んえー、太郎さんですねうん殺生石でいろいろ起こったそうですけども、うん ま,あまずだからあれよね硫黄の匂いがするんですねなんか服とかにさ染みついててさそれが匂うっちゅうのは分かるけどその1週間たっても車から匂うなんてことあんのそんなしゅすごいきつい匂いとしてもあと1回取れるっていうのがよく分かんないね、うん、その匂いがなくなってまた復活するっていうのはちょっとあんまり考えられないかな 慣れたわけではなくだってその後また匂いがきついってなってるから、うん、慣れたららもうねかかんなないとちょっと間開けたらまた匂ういじゃんしかもあんまり車乗ってない感じだしって思うけどでも1週間も匂にな,ないがま毎日のように車乗ってるのかじゃあおかしいなだから「練習」っていうやつなのかってことだよね あとあれか奥様がその狐やら猫やらみたいな見えた時に、ねうん、あれキュービの狐だっけそ<う>だよねキビののまあまあだからいたずらしてるみたいなこと、うん、狐がね見えるっちゅうのはすごいですねでもねうんまあでも悪霊みたいなものだったらもうちょっとなんか起こりそうだから、うんうん、大丈夫そうだけどねその、うん、ただまあ気持ち悪いな。 ずっと異様っとて硫黄、まあ、嫌いだからな匂い俺 <laughs> まあその投稿者さんも臭いって言ってるからねうん,うんまあああれがだから俺車そうしたら変えたいとか思っちゃうかもね、うん、臭いからねうん売って、うん、言われるのかな他の人にも言われるでしょ臭い,臭いっすっでも練習だったらこの人にしか分かんないもんね多分うんまあねでもそんなことないか どうだろうその奥様は確かにあるっ,つって言ってたけどご本人はあるって言ってないでしょ、うん、ほんまに普通の人にも似合うんだったら、ね、売れないんじゃない癖って言って高く売れ収納する車で、うん、癖っつってこれはだから大幅に車の価値を下げた可能性がありますねプライスダウンしてしまう、うん、売るときにだから殺傷席行くときは車じゃない方がいいのかなじゃなて <laughs> 車じゃゃいけないかレンタカーで行くとかねうん、うん ええー、でも、そもそも硫黄の匂いするもんなん。するする。そう、そこ、自体、うん。すごいする。<あ>かそれでだから、なんったかな、動物ちっちゃいやだったら、死んでる時とかあるって言ってましたよ。あ、きついんだ。そっか、そっか、うん。って言ってましたけどね。じゃあ、まあ、そういうもんなんかな。うん、他にも、もし、行った方で。 ね、同じような境遇があったらじゃ言っていただければなと思います。ね、すごい匂いがつきますあれ、ね、こんなパターンがあるならね、うん、面白いなと思います。はい、ありがとうございました。あすえー、じゃあここれもすげえ変な話かな。喉につるさんからいただきました。はい、あざます。ええー、しさん、林さん、こんにちは。家族や友人も都市ボーイズさんの大ファンです。えー、嬉しい。えー、周りの勧めもありお便りさせていただきました。はい、あざます。 もともと私には鶴さんという潜在意識ガイドのような存在がいます<え>鶴さんとの話は割愛しますがなんでその鶴さんの変化を皮切りにいろいろなことが起こり始めました鶴さん話聞きたいわまあねちょっとね、うん、気になるけどカルパ的なことだ、えー、その変化の一つが今回お話しする神様らしき声が聞こえるようになったことです、うん いつも通っている神社を参拝した時のこと、うん、本殿に手を合わせ名を名乗ろうとした瞬間「もうお前は名乗らなくてもいいぞお前にとってここはご利益をもらう場所ではなく聞く場所になったのじゃ」とどこからともなく声が聞こえてきたのです威勢、うん、のいいおじいちゃんを彷彿とする甲高くて張りのある声でした。うん 何度も足を運んでいる神社ですがこんなことは初めて声が聞こえたことにパニクリ言葉の意図も全くわからずこれは私の妄想かもしれないと気に留めないようにして抹茶、えー、に向かいました抹茶、うんえー、でももう知っているから名乗らなくてもよいお前の近況もわかっているからわざわざ話さなくてもいいというふうに、えー、また声が聞こえてきたのです。うん 本殿のおじいちゃんより若いものの威厳を感じさせる太めの声だったと記憶しています。うん、こちらは本殿よりもかなり食い気味なタイミングだったのでせっかちな印象を受けました、うんえー。声色の違う2つの声を聞き、恐怖と焦りが2倍増しになった私はたまらず、これは妄想ですかと抹茶の声に尋ねました。うん、すると間髪入れずに否定され、いい加減自分を信じたらどうなんだと怒られてしまいました。 その神社は都内ででももかななり有名で不思議な話も多く聞きます。うん、いい日に当たったのかな怒られたけどやっぱり気のせいだよななんて思いながら、えー、尋問を出ようとした時、えー、境内で聞いたどの声とも違う低いはっきりとした声で肋骨と聞こえたんです。うん、聞こえた言葉は「肋骨」だけですが、えー、なぜか肋骨の触り方や触る順番などがわかるのです。 境内で聞いた声とは違い脳内に勝手に情報が流れ込んでくる感覚でした、うん、妄想にしては肋骨って随分ピンポイントだしやっぱり妄想で片付けるのも違うのかなと帰宅そして神社での出来事を話そうと夫を見るなり無性に夫の肋骨が触りたくなったんですむずがゆくなる感覚というのでしょうか夫の肋骨が気になって気になってしかさないんです、うん 話もそこそこに脳内に流れ込んできた手順通りに夫の肋骨をさすると膝の痛みが楽になったと喜ぶ夫、うん、私も同じように自分でさすってみると長年悩みの種だった肩の痛みがスーッと消えていきました。うん 夫は今でも定期的に肋骨をさすっていますが、肋骨を触り始めてから膝の痛みが出ていないそうです。<ー>仕事が忙しかった翌日は足を引きずるほどだったのでびっくりです。声のこと、肋骨のこと、いろいろな話をご存知の年しぼいのお二人はどう解釈なさいますか考察を聞かせていただけると嬉しいです。ということで、えー、のどにつるさんですね、いただきました。はい、ありがとうございます。えー、まあ。通い続けてたらと。 神様の声が聞こええるるよううにになったったてていうふうにまあ捉えてい捉感じですけれども神、うん、主さんとか、うん、それこそご住職とか、うん、神様の声を聞こえるよっていう人に話を聞くと本当にふと急に聞こえるっていうね、うん、あのまあ霊能者系はもうそんなのが多いから<う><体>話した人でいうと今90いくつのおばあちゃんがいてずっと。 20代ぐらいから滝行を前にしてたら、うん、30いくつの時に滝行を割ってさあ着替えようかってしてる時に頭の中に声聞こえてきてその人も、うん、あなんかおかしくなったのかしら私精神的にと思ったんですけど、うん、そのずーっとその私は竜の神様だお前もう声が聞こえているんだろうみたいな感じで何度も何度も語りかけていたんだけれども全然聞こえなかったんだけれども今は聞こえるよねみたいな感じでお伺い立てるみたいな感じで同じように。うんうん そっからいろいろ能力がついて千里眼みたいなのとか、うん、未来が少し見えるとか、うん、なんかそういうふうになっていくんですよね。で能力がついてきて。で神社とかお寺に行かなくてももう神様の声が例えばその人の名前を神様の名前をえと呼ぶともう声が聞こえるみたいな、うんうん、そこまで行ってますって。 んそれとなんか同じななんんでしょうねなんかそうそうこの目覚める感じのタイミングっていうのが、うん、まあ急は急なんだけど、うん、なんかやっぱりずっとなんか続けてるとっていうことなのかもしれないけどね、うん、なんかね許,許可が下りるみたいな感じのことを言う人がいたな何かをやり続けてって。 部会とかだと思うんだけどうん、うん、そういうことをやってると、うん、ある時急にあもうこのラインからは許可が下りて、うん、その人にあの力与えてもいいかなみたいになるって言ってたな、うん、言ってた言ってたで人間はあれですけどタヌキタヌキは300年って言ってましたよ何が300年 ?300 年通わないとあ<ー>その土地の神様になれないっっ認められないみたいなそう。って言ってました亡くなった後でもいいからタヌキは。 タヌキもちゃんと知能がついてんなんかその土地の神様って言われるようになるまでには300年かかるんですって,って、うん、ある霊能者が言っててそれはわかんないけどでもこのさ能力っていうのかわかんないけど肋骨を無所に触りたくなって、うん、肋骨触ったら膝治っちゃったみたいな、ね、でこの経緯が面白いなと思って、うん、その触る方触り方や触る順番などが。うん 脳内にカッティング情報が流れ込んできてマスターできてるみたいなすごいよねこれ教わったこの感覚知りたいなうんどんな感じなんだろうないいっすよねうんいいと思うこれ面白いすごいなんか記憶喪失になってさなんかヤンキーに絡まれてふと手を出したら全部がクリティカルヒットして顎を打ち抜いててあれもしかしかて俺 記憶失う前って何か格闘技をやっていたのかみたいなーンアイデンティティーとかそんな感じじゃないああいうのいいっすよねああいうのいいっていうかもともと持ってるやつじゃんいああいうのいいっすよねへえこれもしかしたらいるのかもねそういう人が急にやっぱりね声かけられて目覚めて力使えるようになってっていうパターンはねやっぱ多いんだろうな ねえだからやっぱり来ねえかなえすごい神,神社い行ったら来るのかな,なんかあのずっとここは通ってますみたいな神社ありますないあじゃあダメですいやいや別に神社だけじゃなくてもいいホテルありますかじゃあいやないないダメですいやいや神社通うが全てじゃない<あ>でしょじゃあなんか通っているその信心深いとこってあります 信じでもパチンコは結構通ってたからパチンコになる行くと逆に声も聞こえなくなって人の声聞こえるのいや人の声も聞こえなくなって「あ <laughs> もうやめた方がいいよパチンコ」って言われても「聞こえない聞こえない」うん、ないって言ってパチンコ入りますし、うん、足も体も悪くなります逆にあれでも、うん、俺実はマジでパチンコやって、うん、あのすごいパワースポットになるんじゃないかなって思ってパチンコ、うんうん、なんで 願ってるああその当たるようにと全員よでもそんなことある当たんねえじゃんいやそうそうだけどでもその祈りの力っていう意味ではほらあのあるじゃん信仰する場所と大差ない気するからでも確率だからねいやいやそうだけど願いっていう意味で確かにねあんなに本気で願ってる人いないんじゃない確かににさの 祈,わ祈られてるところってそこかもね、うん、パチンコの、ね、でいないかもよ、うん、競馬場とかねああ競馬よく俺も2回か3回しか行ってないけど願うよね本当に人間が心の底から願うタイミングって、うん、ギャンブルしかないんじゃないかなって思ってるこ、うん、<俺>れ,れあだれあだれああれって言って声にもならない声で手をグッとそうそう無意識で声出してるもんうん出してる出してるわー,ーいとか あんな出ないから日常生活しかもさちゃんと学校も卒業して大学卒業しても中にいるでしょう関係ないでそを人たちがさ外れたら道徳なくなってそこに剣全部ばらまいていくってさゴムってねらないよねだからそれが平等だよねえそれこそが平等だよねいい大学出てる関係なく人の上でも下もない高卒だろう全員下 からしたあと当たってるやつもしたあそこがやっぱ一番のんか強い気すんだよなまあなるほどねまあでもそれじゃこの間さそれこそ石黒先生のこの間のトークショーありましたけれどもその帰りに新宿寄りまして新宿から電車で帰る子が鳴ってる時にあそこにね10時過ぎぐらいに行ったのかな うん、夜の12時過ぎぐらいに行ってそこ帰ろうと思ってたらその東口のところになんか突っ立ってて、うん、でその女の子をナンパする人がいたりだとか、うんまあ、あとまあ、ね、スカウトマンがいたりだとかいるんですけど、うん、その中に1人なんかねダンボールを胸に掲げてる人がいたんですよ。うん、もう何持ってんのこの人と思ってよく見てみたら、うん、あの利き屋利き 聞き屋っていう話を聞く屋さんみたいなのがいてお、うん、ろうと思って,ってう、うん、ちょっとなんかおもろいなとって,って楽しみな言ってたんですよ「うん、これ聞き屋って何ですか?」ってあもうこのまんま人の悩みとかそういうものを聞く仕事です」うんうん「あそうですか」なんでこんなこと始められたんですか?」みたいな感じ「お若いですけど」って言ったら「うんうん、名古屋で有名な人がいるんです」って「うん、聞き屋という」うんで「テレビでやっていた」うん「かっこよかったから」っやってで「今5日目です」って言って、うん、うん」 で何時ぐらいかやってゃんですか ?9 時から、えー、夕方の9時、夕方、夜の9時から、うんえー、終電ぐらいまでやってますと。うん、あ、そうなんですね。いろんな話聞けますかって、1日1回ぐらい聞けますよって、その中で、なんか、面白い話ありますって言って、うん、僕は聞き屋になってて。なんで話を聞き屋になってて。いやいや。いつかめ初めて言いました。新米の聞き屋から。<の>からどうも YouTuber です。初めて聞きました。言いましたよ。<laughs> 何人いるんですか?」って言って30万しかかます「あ全部話します」って言ってくれてなんでで話したのそしたら「あのツイッターとかやってます?」って僕は聞いたのもっと話聞きたいから時間なかったら帰らなきゃいけないから「やってます?」って言ったら「やってます」って言って見せたらダルシムだったのよダルシムアイコンがダルシムで「ダルシムやないですかこれ世界一優しいんですよねダルシムってね」って言ってプロフィールにも書いてるからだから聞き後ぴったしじゃないですかって言ったら「 ですかそれって言ってうん誰しも知らなかったなんで誰しも知ってたんじゃ分かんないどういうことどうしてって言っても分かんないし別になんかキャラクター的にいいなと思ってへえ手が伸びる人ですよねって言ってそれぐらいしか知らなかった何だそりゃ気持ち悪いずっとやってや。人の話ばっかりいやないのかよあなたはエピソード何もないの教えてって言って何かあるって言ったらいや別に何も何もないんかいそんだけなの マジ <laughs> 5日で五日でゼロ中身そっからかんで、うん、本当に空洞みたいな男やから話し切るんやと思うああまあだから聞いてるようで聞いてないかもしれないしね、うん、はいはいっ言ってましたずっとへえそれお金もらえるの ?0 円あただでやってるただでやってるああじゃあ別にいいけどね、うん、でその横の横に、うん、今日誕生日なんで祝ってくださいっていうありがとう男もいましたあお,おめでとうございます男もいましたね 祝ってください、うん、おめでとうございますを言ってくださいってことそうそうなのかおめでとうございますを言いたいのか分かんないけれどもお誕生日とか言って書いて,ておめでとうって,て 2>,、えー、もう2人で飲み行けよもう <laughs> なんかおめでとうって言われて話を聞くみたいな <laughs>、うん、ちょっと、うん、ちょっときついなそうそういうのがあって、うん、変なのって思いながらでもでも面白い試みだよね、うん、あと悩んでる人は死ぬほどいるからね,ねだから 長時間話すって言ってて言ましたよその人の話聞いてほしい人は一えーうん、人で来てでもねなんか俺最近あの心理カウンセラーの、うん、プロの人と話すること何回かあったけど、うん、やっぱあの聞く方もやっぱりちゃんと知識とか、うん、あの能力がないとちゃんと聞けないねでだから聞いても意味がないっていうか、うん、いや分かるよ、うん、なんかただ聞くだけになるとね何も解決しないっていうことが ただ相づちを打つだけじゃダメだよね、うん、きちんとそれに対してうあこうですねこうですねってちゃんと言い返せないとリアクションもね計算されてるところあるんだってそれそう考えるとやっぱすげえなと思うわ聞き屋もどんどん成長しますよこれ、ね、まだ5日目なんで初めて五5年後ぐらいにまたいたらさ、うん、すごいお前がもう全部話してるかもしれない、ね、確かに列できてるかもしれない、うん レッ,レッツ出てるかもしれないな確かにいやお金取っちゃかもしれない、うん、その時にねねはい、うん、行ってみてください皆さんも新宿い,いますから見つけたらじゃあちょっはい僕もなんか言ってきます、うん、じゃあはい、えー、じゃあ次行きますはい船さんからいただき船さんあざますえー、いつも楽しくは拝見させていただいております、はい、私が学生時代の話なのですが。 友人との飲み会から一人暮らしのアパートに帰ってきてそのままベッドで寝てしまいました、うん、あまり時間を空けずすぐに目を覚ましたのですがふと横を見ると白っぽい服を着た女性が赤ちゃんを抱いて立っていたのです、うん、ただ怖い感情というのは一切なくその女性が何かを落としたので私は赤ちゃんを抱いたままだと拾いものはできないだろう と思いそのの女性の足元を探しました、うん、したかしここまでの間夜中に電気をつけてない状態でのことですのでやはり落とし物は見つかりません、うん、そのまま顔を上げて女性を見ると誰もいなくなっていましたおかしいなぁと思いつつ部屋の電気をつけて水を1杯飲みまたベッドで入って朝を迎えました、うん、朝になってベッドの横に置いてある携帯電話かっこ当時はガラケーでしたを取ると 携帯電話に長い髪の毛がくっついており毛根で接着されているような状態でした私の家にはその頃髪の長い女性は出入りしていませんそして私は当時坊主頭です、えー、あれは一体何だったんでしょうかということでいただきましたあのマジでて同じような話をちょうどうんちょうど聞いてます取材最近そう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 あのー、待ってね あのねある男の人がいて、うん、その男の人がタバコ吸うんですよタバコ吸うんだけれどもそこが喫煙室がないから、うん、屋上に行って吸うんですよね、うん、それでもその人が入ってる事務所っていうのがそのビルの中でも上の方なんですよ、うん、だからまあ屋上が近いから行って降りるよりもと言って屋上行ってそこで吸うんですよブカブカ吸うてて、うん、吸うんですけどそこの、まあ、あんま言いたくないけどそこのお菓子のがブラック <で>うん、このご時世なんだけれども夜遅くくまで働くそれかもう早朝まで働かされることがあるみたいな話をしててで屋上行って腹立つなあいつと思いながらプカプカプカ吸ってたらそのビルのもう一個横側、うん、隣接してるビルの屋上に、うん、それこそ白い服着た女性がいるんですって、うん、で白いもの持ってるんです何かを、うん、で持っててそれを両手で大層に持っててそれを振ってて話すんですよ。 うん、で何を落としたんやろうと思ってふって見てみると何もない,い,しないと、うん、でえっと思ってその女性また見てみるといないみたいな、うん、あ,あれ人間ちゃうんやみたいなうん、うん、幽霊やったんや怖ーっと思うでそれっていうのを深夜に何度も見るようになるんですよ、うん、でもパッて話して落とすパッと手離,離して落とすみたいな、ま、毎回毎回うん、うん、でこれ気持ち悪いなと思ってるんですけど、うん、なぜか分かんないけど拾いたいって思うんです その白いものうん、うん、だからその人をその時間帯になったら現れるからって言ってそのビルとビルの間の隙間、うん、あそこで待ち受けてしたから落としたものをねそうそうそう、うん、でパッと手離すからふっと上で見てて手をパッと離したから落ちる、うん、それを拾おうと思って拾うんですよ、うん、拾おうと思うんだけど手をすり抜けるせにパッと落ちるんですって、うん、その落ちたのがその真っ白いくるみみたいなのが、うん 真っ赤に染まっていてい、うん、赤ちゃんが潰れてるんですってうわなんじゃこれあいつ毎日赤ん坊としょったんかいみたいな、うん、気色悪ーと思って調べてみたらほんまにそこで赤ん坊としてる事故があって事故とかまあ、うん、そ<う>意図的かもしれないねそうそう気持ち悪なんやあれでも助けてあげたいと思ってそれからも学校に行って下に行ってこう、うん、拾おうとするんですよ、うん、なんだけど拾おうとするんですけど拾った後に なんやこの音!」って言って、うん、思ってある日また「助けてあげたいから下でキャッチしよう」と思ってその人も,もう取りつかれてると思うんですけどその時にはうん、うん、でキャッチしようと思ってぐっとしたけどまたやっぱりキャッチできなくて透けて下にポンと落ちちゃってブチャッとなって真っ赤になるう,ん、うん、うわあそういえなんか背後にポンとと聞こえるんだよなこの音と思ってフって振り返ったらその女性が落ちてて血だらけになっててうん、うん、本人がそう、うん、えっと思ってきちんと調べ直したら 子供をそっから落とした後にその落とした女性も自殺してるんですそこで自分も言っていそう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 ,うん、うん、でそれがあ育てられんかったとか、うん、なんかう産みたくなかったとかそんなんで悔やんでかなと思ったら違ってて、うん、あのー、浮気相手の子供をさらってそこで落として自分を落ちる、うん、怖っおうおうっていう事件が出てきて、うん、だから あいつはその泣く泣く落としんじゃなくて落とそうと思って落としてるんやと思ったら怖くなって、うん、それから屋上でタバコ吸わんくなったって話があってへえ<ー>超怖かったわ話聞いた時すごい話ねそれ、うん、でも本人はだから相手の子相手の子供というか憎しみの対象っていうことだったのそう子供はねってことでしょそ<う>でそれで自分も落ちてるそこ自分は自分でなくなり たってことね、うん、多んどうにもならんと思ったんじゃないっていうのがあってすんげえ怖かったって話を聞いたわこの間、えー、大阪ででもこれもちょっと確かに似てるとこあるね落ちたものをねだって、うん、得体の知れない女がいて、うん、怖いより先にその落としたから探してあげようって思うっていう思わないよ ね変なことだなあと思ったけど恐ろしいわ恐ろしいことばっかりですわ <laughs> この世界まあそうね、うん、広そうね思わねえな普通の多分感覚だったらそうですまあちょっと今度動画で詳しく話しますわこの話もっと実は深いんで、うん、はい。はい、はいはい、ということで、えー、じゃあこんな感じで今回は終わりたいと思います、はい えー、我々ツイッターやっておりますので最新情報はそちらで出てください。都市ボーイズ検索すると出てきます、えー。さらにブログございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。えー、都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ トシボイゼロにアットマーク Gmail. トシボイゼロにアットマーク Gmail.comtoshi <g mail. com> boys0 ロ、は、に、い、アッ、え、トマーク Gmail.com でございます。はい、こちらご意見ご要望お便り、えー、よろしくお願いします。はいえー、お仕事依頼は、えー、問い合わせフォームがあのホームページの方にございますのでそちらからお願いします。はい、以上でございます。はい 今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。また明日。また明日。